羽安政すまさ6月25日隊は、日本の囲碁騎士。三重県渡来郡、神原村出身、日本棋院中部総本部上属、島村敏弘九段門下、九段。王座一期、日中スーパー囲碁では、城守イラを破って、日本の初勝利をもたらした。攻めの強い気風で、特に甲中国流の布石からの、戦いの号を得意とする。呼び名は、 中京のダイヤモンド。羽根直樹球団は、実施で、羽根彩川孫。現在は、息子の羽根直樹球団と同じ、愛知県長久手市在住。5歳で、父が打っているのを見て、以後を覚え、1955年に、島村敏弘に、入門。1958年入団。1961年2団。1962年3団。 1963年4段。1964年大手愛第2部優勝。5段。1966年6段。1968年7段。1971年8段。1972年王冠戦で帰戦初優勝。1973年新鋭トーナメント戦。準優勝。プロ実決戦で10位入賞。 1981年9段。1988年の第4回日中スーパー以後では3番手として出場し、第1回から11連勝中だった中国の首相、ジョー・マモル・ダイラを破って日本勝利とする。1990年王座戦挑戦者となり、加藤正夫3から2で下し初タイトル。翌1991年、藤沢秀幸に3から1で破れ。 大罪を失う。2001年通算戦勝達成。通算成績は1223勝660敗、公示後。NHKE5 講座では1993年に講師を務める。文下に、ムツーラユタ7段、加藤幸樹五5段、青葉香織五5段、浅野康子二2段、木、和田和カズ2段、義理の子に羽ネシ初段。コンピュータを使った。 寄付分析で知られる。2000年10月3日の情報処理、学会全国大会では、次のディープブルーはいつできるか、コンピュータはいつ将棋、以後、サッカーで人間を超えられるかという、公開パネル討論で、パネリストとして参加した。王座戦、第4局1から33手目前年に続いて、加藤正夫王座への2年連続挑戦となった。第2、4、5局目が、 羽千番で、前年同様千番は、すべて高中国流布石、黒7までは同じ形だが、黒9はそれまで11に打っていたが、第2局目で負けたので、黒9から13と右下をちにする打ち方に変えてみた。次の5局目では、白の加藤が白12を17から16に変え、続いて、黒12と切ることになった。 いずれにせよ羽の中国竜は模様に相手を追い込んで攻めることが主眼で、この後も黒19から25まで白を攻める体勢にして、その後黒33と左辺に持たれて攻めを継続することになった。その後黒は中央を厚くし、白は右辺と右上隅を荒らし、白有望となった。しかし黒は、 中央と左上の2箇所をこうにして追い上げ、白の終盤のミスもあって、黒番反目勝ち。続く、第5局も黒番中央しがちし、3勝2敗で、初の王座くらいとなった。中部総本部では、島村俊弘以来の王座獲得。また加藤正夫は、王座戦連覇記録が8で止まり、1976年以来のタイトル連続保持記録も途絶えることとなった。 ありがとうございます。